これが多分城田優のミュージカル史上一番難易度が高く、そのチャレンジングでありスリリングであり、誰が見てもすごいって目で見てわかる作品で、これ以上は多分今後僕が演じる役としては絶対にないって言い切れます。本当に全然男に濁わない。どうするあのね、見ればわかる。あ、まあ、僕もそうですけど、彼女も相当すごい努力をしてます。初ミュージカル でさっき僕その自分自身のことで断言しましたけど、もう一つ言えるのは、彼女は初ミュージカルなんですけど、初ミュージカルでこの役、この大役は本当にすごいことです。あのやってることが本当にえげつないというか、お芝居のクオリティというか、お芝居で求められることもすごく難しいし、で歌もすごく難しい。もうブロードウェイのスーパースターと2賞を取った、もう世界的な権威ある賞を取った人がやっているもうもののレベルと同じものを求められて、それ以上のものを我々ブロードウェイチームから求められていて、彼女はそれを見事にちゃんと超えてきていると僕は思うし、実際本当に僕だけじゃなく世界中のトップのアクロバットの、シルク・ドゥ・ソレイユとか大活躍をしているような人たちが来ていて、もう本当に誰が見ても絶対に楽しめないわけがない作品です。見たことない。あの彼女がセリフで、皆さんが一生何見たら一生忘れられないフィナーレを目にかけましょうみたいな、本当にその通りだし、絶対見たことないと思うし、僕本当にこんなになんか自分の作品をこう興奮して喋ることないんですけど、あんまりどっちかっていうとなんかああみたいな、もうお客さんとしてはこれほど楽しいものは本当にないです。でも本当もう一度だけ言いますけど、二度と言わないです、二度と言わないですけど、こんなすごいミュージカルという、まあ、ジャンルはピッピンなんですよね。もうミュージカルというジャンルを超えていて、これは僕はもう二度とできないと思ってます。正直僕は次再演があったとしても、年齢的にもそうだし、あの役柄的にもいろんなことがマッチして、今がもう今しかできない役なので、彼女はまたできると僕は思ってるし、確信してるし、やってほしい。もう行かないでやってほしいけど、僕はあの、まあ、万が一ね、それでもう一回再演があった時、白田優バーンって出たら皆さんでそうツッコミしてください断言します。もう僕今回しかやれないって思ってるし、やらないって決めてるぐらいかけてるので、ぜひこれを逃したらもう次はないと思うし、これ僕が出てるとか出てないとか関係なく普通に見てほしい。こんな素晴らしいショーを日本で上演できることを誇りに思うし、あの本当になかなかないです。絶対にすぐにはもう一度やりましょうって言ってできるメンバーじゃないし、いや本当にこれなんどう言えばいいんだろう。もう頭からこんなになんか魔法の世界に入っちゃったみたいなことってめったにない。こんなに胸を張って言える作品なんです、はい、でもそこに立つのは本当に怖い。怖い。いやすごい。めっちゃ高いですよ。しかも最初普通にあのメールで来ましたから僕がね、あそう、あの LINE で、うん、一緒にブログウェイやんない、じゃあシャブさんに誘ったんですか。そうです。だからリーディングプレイヤーという素晴らしい役をどう誰に演じていただこうかっていうところで、すごくこう、なかなかやっぱり出てこなかったんですよね。そんな中やっぱり彼女がふさわしいんじゃないかということ で僕は10年来の友達だったんで、じゃあちょっと一回聞いてみようと思って、ね、クリちょっと今度こういう作品やるんだけどどうって、それ私ブロードウェイで見たことある、見てたんですか、たまたまで、あの終演後外を立ってたら、すいません写真撮ってくださいって言われて、パティーナさんと間違えたオリジナルの2賞を撮った。で実際その役をやることになるって、まあ、運命的なこともあります。絶対やらなきゃと思って本当にありがたい。いやいや、まあ、でも本当に彼女は素晴らしいミュージカルデビューなんで、やっぱりデビュー作って1回しかないから、彼女のデビューとしても見てもらいたいし、単純にこんなに本当に魔法にかかったような時間というのは日本でも本当になかなか見られないので、ぜひぜひ見に来ていただいて、僕の言ってる言葉が本当かどうか嘘だと思ったら、もう僕もいろんな SNS やってるんでどうぞ。